さあみんな一緒に、せーの、ブーブー。ああ、動画が始まっちゃう、急がなきゃ。ブヒブヒ、ブヒブヒ。さあみんなこんにちは。うしししし。さあ今日は、これこれこれ僕の魔法のメガネ。ファン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 。これでちょっと遊んでみたいと思います。どねんねるぬれん。それでは、このメガネを、でもね、ちょっと電気切るよ。よし、ちょっとこれで試してみるよ。これに、ちょっと話してみようか。で、ちょっとね、電気がなかったからね、携帯の電気使うんだけど、あ、なかなかと難しいな。あ、そうそう、これ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 。見えるかな？この、光の周りに緑や紫やオレンジの、どのメガネを近づけると、ほら。ほら。見える？ほら。カラフルな色が光についたよ。ほら。ね。にょ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 ーってこうすると光もちっちゃくなるけど、鼻近づけると、カメラの方に近づけると、こんななって。てか光から離すとね。ほら。こんなちょっと。ね、綺麗でしょ？色が。ね。こんなカラフルな電気の光になりました。ちょっと、バイキンマボル様びっくりしたのはあんな綺麗になるのだ？僕も、いたたた、初めて見たよ。ね、みんな綺麗。これは実は花火についてるやつなんだって。うぞ、俺様も欲しいな。ね。みんなももうすぐ暑くなって夏になるとまたね花火が出てくるから、もしかしたらこういうようなのがあるかもしれない。これで花火とかこう見ると綺麗かもしれないね。またやってみるのだ。うーいいな、綺麗だったな。ほら、うわ、俺様キラキラする、俺様まーん。いしいし、じゃまたね、バイバイキュー。Mm-hmm.